こんにちは、ペイクラチャンネルのペイクラです。今日は珍しくすごいメンバー、っていうかすごいメンバーじゃないんですよ。本当だったらこれがいつも通りなんですけど、まあ多分今年初なんですよ。ユティックメンバー男子全員集合の日でございます。村田さんとベイクラとか、まあ、平野とベイクラとかはあり得るんですけど、なんせ今日はね全員いる、全員いて、まあ、たまたまなんですけどね、これもたまたまなんですけど全員いる日でございます。はい。で今日何やるかって言ったら、今日は平野選手と150と120のレペをする予定でございます。2人 200m に出場しますんで、それの刺激入れでございます。でちょっとずつね、ちょっとずつなんか他の選手もね映せたらいいな、せっかくいるしなぐらいに思ってるんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみよう。これが平野選手の生態である。お久しぶりじゃねえか。おい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 、おお元気してたか。膝ちゃんとついてるか。膝じゃなかった。膝じゃなかったわ。やっと9月の初めぐらいから流しをして、あはん、先週初めてダッシュしました。いいね、間に合うね。でも間に合うとは言えませんがやれることやって、多分今日のレペに付き合うのはちょっと早い気がするが、まあこの程度でも芝居でやろうと思います。おお、お嘘です。今日言っちゃいけないこと言ったな。エンディングヤムチャみたいになってる。今日仕分けるなら普通に今週仕分けるやん。確かに今日絶対やっちゃいけないことだよ。本気で走るわ、レペだけど。ちょっとそうだね、離されすぎないようについていけたら。そんな俺早いかな。いやー、クラベさんですよ。まあね、スタンディングのクラベですよ。でもバカにしてんじゃん。スタンディングのクラベは侮れないらしいから、みんな言ってた。みんな言ってた。 SD からはかもれるって言ってたけど、うん。というわけで結果は後ほど皆さんご期待ください。クラベのスタンディングを。おう、芝居たるぜ。こちらでは村田さんと高太郎がこれから SD をしています。いや村田さんも調子いいんだね。早い、高太郎が早い。村さん出遅れました。まあ、ちょい出遅れ。まあ、高太郎も、まあでも、高太郎も強い、実際。30ぐらいだった。まあ、そうだね。心の持ち方が全然変わってない。さっきやっぱ出られた時、楽でした。あ走りが。高太郎とかは絶対さ。でも俺もどっちかっていうと最初置いてかれるタイプではあんまないからさ。そうっすね。でも結構高太郎とやると、でもまあいい練習にはなるわ。ここまで置いていかれるから全くあんまないから。村瀬さんだからさっきみたいにスッて出られたら全然。ああ、そうだね。今日全然シュパシュパしてるから。休みましょう。じゃあ休み。あ、マックスじゃダメだ。走らんとダメだもん。最高距離だった。過去最高。この2ヶ月ね。いやでも平野はめっちゃ怖い、後ろにいるの。後半に来るの分かるから。いやでもね、もうあ全然、ね、くっつけないし、と離されてた、ずっと。あ、本当。ずれてもうこの辺。うん。残り60ぐらいかな。ただチリチリチリでだんだん。踏むパワーが違うなみたいな。まあ、俺今全力だからね。言うて。
や言うてでも俺は最初はあれでやっぱ出さないといけないからちゃんと踏んでたけど、やっぱでも起き上がってからがマジか、まあスタンディングの比べなんでね。まあそこを、まあ、加味しておきましょうかね。また後でやな。そうやな。休憩気をついて。16秒だった3とかだってあれぐらいの歌で出たら普段105なんか冬の練習とか150走った時絶対それではねスタンディングは早いだろ。スタンディングはディスられてる。まあその通りですけど120のカチカチ感は少しなんか柔らかかったんじゃない。取れた気がするから、なんなら前半今の方早いと思うし、普通になんかついてこられたから確かに最後のなんかチリチリ離される感は少しなかったかも。この辺から一定になった。さっきはもっとなんか離れてたもんね音が。まあ動画見てみないとちょっと分かんないとこもあるけど、まあ走れるやん。グズグズ言わず練習しようということですね。走れるやんかい。あんまりそうだな、目標タイムとかはあんまりなんか決めたくないけど、一発そうだな、なんか、まあ、現状欲張ってもしょうがないから、1秒ほんと5台で走れたらおいい設定。いやお互い明日の体の状態が楽しみですな。それ最近なんか遅れてくるから嫌なんだよな。弱いとこはすぐ来るけど、あー手ついた。まあとはまた明日ってやつじゃない。いや休もう、もうはいはい、練習が終わりました。今ね、後ろでユティックのジュニアのね陸上教室が始まってしまったんで、エンディングはこうやって別で帰りながら撮っています。いや今日もいい練習ができて、いや走れてるんでね、しっかりこれを全日本実業団につなげていければなと思います。いや雨降ってきちゃった、これやっちまったぜ。まあこうやってねしっかり練習後もクールダウンとかしてたんですけど、しっかり今週末ね、リレーと 200m あるんでしっかり走っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。